夕時は2009年4月13日から奈良テレビで平日に放送されている夕方ワイド番組である番組連動データ放送を実施しているキャッチコピーはニュースから暮らしの情報まで見たい聞きたい知りたいの期待にとことん応える1時間ふわっとした感じでしっかりした味の奈良県産の番組です 2014年3月31日から2016年4月1日まで放送されていた本番組の姉妹番組、夕時。プラスについても本項目で記述する。2002年から7年間にわたって放送されたニュースアップならの後継番組として開始。この番組では報道に加えグルメやレジャーなどの地域に密着した情報を織り混ぜた。 構成となっている。日替わりのパーソナリティ性を採用し、曜日によって内容を差別化させているのが特徴である。番組開始から数年間は、オープニングでその日の放送で紹介する、場所等に居合わせた一般の人が、情報性ワイド、誘導時、と、コールするのが定番になっていた。奈良テレビが、ワンセグにサービス、ならセグを実施していた期間中には、 フルセグとの同時放送を行っていた。また、夕方の本放送とは別に、なら、セグ独自の再放送を20時21時に実施していた。番組開始から2010年3月26日までの放送時間は、月曜日引く木曜日が17時45分から18時25分の40分間。 金曜日が17時45分から17時55分の10分間で、金曜日はストレートニュースのみを放送していた。同年3月29日の放送から放送時間の拡大を実施。すべての曜日で17時45分から18時30分の45分番組になった。2011年3月11日は、 当日午後に発生した東北地方太平洋沖地震の情報を伝えるためテレビ東京の報道特別番組を同時ネットしたのに伴い休止した。2011年4月からは金曜日のみ18時19時の1時間に拡大し、同年7月からは月曜日引く木曜日も同様の放送時間になった。また7月4日の放送からデータ放送を実施している。 2014年3月31日の放送から番組の全面的なリニューアルを実施。出演者の入れ替えや番組フォーマットの変更、タイトルロゴテロップルやスタジオセットを一新したほか番組オリジナルマスコットキャラクターの鹿のドキちゃんが登場した。また、同日から本番組の姉妹番組となるユードキプラスの放送が開始された。 さらにこのリニューアルに合わせて2014年4月から番組の公式ツイッターアカウントが開設された2017年5月2日の放送で放送回数2000回を突破したこれを記念して放送当日のクイズはプレゼントされるクオーカードの金額が放送回数にちなんで2000円に増額されるなどスペシャルバージョンで放送またメールテーマを言うき。 2000回、とし、視聴者から送られた番組へのメッセージを紹介した。番組の最後には、放送開始からメイン MC を担当してきた伊藤が一時的に番組を救援することを発表。伊藤は、より大きなパフォーマンスができるような気持ちになって、また戻ってきたいとコメントし、救援の理由や、復帰の時期については明言しなかった。 また、伊藤の救援中は、岩崎、藤井の両アシスタントが、伊藤の代役を務めることも合わせて発表された。なお、伊藤は、同年8月1日の放送より、番組に復帰している。2017年10月2日から2018年4月まで、IP サイマル放送アプリケーションソフトウェアである、MCAS にて、番組同時配信を行っていた。 2019年11月7日放送にて、奈良県出身のお笑いタレントアカシア・サンが、お笑いコンビアインシュタインと、モノマネタレントリンゴちゃんと共に生放送中にも、かかわらず、サプライズで出演した。このことは出演者は、もちろん、番組スタッフもさんまが出演することを知らされて、いなかった。また、さんまが、奈良テレビ制作の番組に出演するのは、初のことであった。 2020年3月30日から放送時間が17時30分18時24分に変更された。出演時点で TVN アナウンサー全番組ニュースマップならにレギュラー出演メインキャスターアシスタントレギュラー天気予報ニュースリポーターコーナー担当用日別企画不定期書きの楽曲はいずれも本番組のために書き下ろされたオリジナル楽曲である。 2014年4月のリニューアルから鹿をモチーフにした番組オリジナルマスコットキャラクタードキちゃんが登場した外見は二頭身ほどにデフォルメされた鹿で常に二足立ちをしている頭の角がドキの文字の形になっているのが特徴である通常は服などは身につけていないが季節やシーンに合わせて衣服等を身につけたドキちゃんが登場することがある 番組内では、タイトルロゴや、オープニングタイトル、テロップ、番組ステッカーなどに、イラストが登場している。また、奈良テレビのホームページ内や、奈良テレビのプレゼントキャンペーン企画、ドキ、とキャンペーンの、ドキ、と、ジャンケンで、ゲーム参加者の対戦相手として登場するなど、番組以外の場面でも登場している。2017年1月から、 ドキちゃんのラインスタンプが販売されている。さらに、同年9月からは、1月から販売されている、第1弾のスタンプに加えて、第2弾となる、ラインスタンプの販売が開始された。2014年3月31日放送開始。番組本編終了後の平日18時54分18時57分に、放送されていた。主に、奈良テレビの自社事業の CM や、 県内企業の PR ビデオ、奈良エモンストアの商品紹介などを放送していた。2016年4月1日放送終了。ありがとうございます。